岡くぬぎ船員明治26年10月は、江戸時代末期の幕府遺憾。明治初期の旧中寺。名は大鳥、通称は四条。郷は東院。徳川家定晩年の主寺。お菓子は、代々幕府に仕えた以下で、祖父にあたる不死祭も、くぬぎ船員を名乗っている。幕府医師、小川氏に生まれ、同僚であるお菓子の養子となる。天保6年。 西の丸奥医師となり、方言に助任。河栄元年、家督を継ぐ。安政四年、法院となり、古着千人とゴース。翌安政五年七月、将軍、家貞の活家の悪化による、急変の責任を問われ、奥医師会人、隠居、禁身奥詰医師の職にあった、子孫、両説も連座し、奥詰医師会人、小不審入り、家禄も百票を削られる。 同じく奥医師であった、実刑、小川庵も翌月には寄合医師に移された。蔓延元年9月、謹慎は解除される。明治に入り浅田総白、今村良良良と共に、宮中医を務め、吉人新王らの治療に当たったが、明治17年6月に退任。名前の類似から混乱が見られるが、明治天皇の字、岡元教とは別人である。 明治26年に没したが、後を継いだ孫の丘六は、荒々木派の著名な家人である。なお、丘種類大の墓所は、駒込の高林寺である。ありがとうございます。